回のねぶたを制作していただいた内山雄生先生にお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今回の作品の作品名を教えてください。今回は波切り不動です。津波がありましたけども、その津波を断ち切る、それからその悪を断ち切るという意味でこの題材を選びました。このコロナ中ですね、祭りもできないことが多々ありますけれども、その思いを込めまして、今回の、絆祭りにふさわしいねぶたとして参加したいと思います。東北絆祭りは東日本大震災を契機とした復興を目的に、東北県庁所在地の6神殿行われています。来年2023年には青森市にて東北絆祭りの開催を予定しております。秋田竿燈祭り、盛岡三叉踊り、山形長笠祭り、仙台七夕祭り、福島わらじ祭り、そして青森ねぶた祭り、東北が代表する夏祭りが集う様子をどうぞお楽しみください。